さーてゲームやるか。サッカちゃん2、なかなか久しぶりだな。しかしこの馴染む操作感、一気に進むしかないな。今日も新たなステージが我を、あれ、これ加藤純一結婚式会場、しまった、間違えたか。いや、ここに私の居場所はない。帰ろう。はっ、加藤純一にモンスターが、これ守らなければ、こいつらを倒さなければ加藤純一の結婚式が偉いことに。なんとかか、教え、あれ、どんどん次へから次、これまずいな。特殊能力を使わないと。ゴリラ技で、ちょ、椅子失礼。結婚式会場の椅子を、これ治安のために椅子を失礼。よし、結婚式を続けてくれ、お幸せに。あれ、雷、このままでは加藤純一の結婚式が偉いことに。なんとか治安を守らなければ、飛び蹴りで粉砕しなければ、一刻も早く。片付いたでしょう。しかし油断は許さぬ。さらにいますね、加藤純一の暗雲を晴らせ。あ、こま、まずい、加藤純一に大量の死角が。くそー、くたばれ。いやー、危なしだな。今度は上から狙撃されている。狙撃返すしかない。しかし1対4では無理だ。どうしよう、ここは立体機動何がしで高所を取るしかない。危うし、なんとかなったか。もういないか、神父。上からドリルが、このままでは加藤純一の未来が、くっ、私が守らなければ。危なしい、神父の前で、あとは誓いのキスをする。爆弾うわー、どうしよう、導火線を切るんだ、切れない。どうすれば、種パンで消し止め、飛ばないぞ。どうする、このままでは加藤純一の結婚式が破壊されてしまう。おい、逃げろ、みんな、神父も逃げて。ダメだこれ、僕が身を挺すしかねえ。これしかねえ。まあ、加藤純一夫妻が結婚式を継がなくできればいいんだ。おめでとう、加藤純一、幕末でした。